中華パラガニムス族に属する宮中の一種ウェステルマンハイ球中は1877年にオランダにおいて死亡した動物園の虎から発見されたもので1878年に動物園長のピーター・ウェステルマンに懸命されジストマ、ウェスターマニアとされたものであったその後にジストマ族は巨大であるため親族パラガニムスを分離しこの種は パラガニムスウェスターマニアとされた。人間への感染は、1878年、東京にて、ベルツによりの拡血患者の核胆内から中卵が、発見されたものが最初であるが、この時点では、グレガリナとして1880年に発表された。1879年、リンジャーにより、台湾にて人体より生態が発見され、パトリック・マンソンとスペンサー・コボルドにより、 1880年にジストマリンゲリと分類され、後にパラガニムスプルマナリスと同定された。人においては、サワガニ、モクズガニの生殖によるメタセルカリアの摂取、または大気宿主であるイノシシ肉及びシカ肉の生殖によって感染する。2倍体個体と3倍体個体が存在し、2倍体個体の染色体数は 2n イコール22で、 両性生,生殖を行うが、三倍体個体の染色体数は 3n イコール33で単た,ため、生殖のみを行う。なお、三倍体個体は、別種のベルツハイキューチューピープルマナリスとして扱うこともある。中卵は、黄金色の左右不対称。一旦は丸みを帯び小豚を有した単は、やや尖っている。第一中間宿主はカワニーナ。 第二中間宿主は二倍体個体群ではサワガニ、三倍体個体群ではモクズガニ、大気宿主はイノシシやネズミなど、収縮主は人、犬、猫、タヌキ、キツネ、イタチ、テンなど。生活感の模式図、ウェステルマン配給中の中卵は、器官消化を経て、糞便と共に排出あるいはタンと共に排出される。中卵は、水中で発育して、 ミラシジウムとなり、ミラシジウムは、第一中間宿主である貝の体表から侵入し、体内でスポロシスト、レッジやセルカリアへと発育する。第一中間宿主の体内から脱出したセルカリアが、第二中間宿主であるカニの関節部の体表から侵入することで体内へ移行し、セルカリアからメタセルカリアへと発育する。収縮種がワガニ。 木津ガニなどの第二中間宿主を摂取することにより、収縮主の小腸へ移行し、小腸で脱脳、腹壁を先行して、横隔膜を通り、強行を経て肺に移動し、ペアを形成して、虫脳を作る。治療には、プラジカンテルが有効である。ありがとうございます。